どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、今ですね、水道橋に来てまして、今日紹介するお店なんですが、このワッキー TV の、まあ、僕の活動とは別で、ワッキー TV 全国グルメマップっていうサイトをやってるんですけど、そっちもね、飲食店を無料で掲載してまして、とある和食のお店掲載した際に、そのお店オープンしてまだ3ヶ月ぐらいなんですけど、お店の認知にめちゃめちゃ困ってるということで、案件とかね、そんなんじゃないんですけども、やっぱそういう個人店があるとね、何かのご縁で一応つながったので、微力ながらね、このワッキー TV の YouTube の方のチャンネルで紹介したいなと思いまして、今お店に向かっているところでございます。で、和食は和食でも、マグロとね、アナゴにこだわってるお店で、マグロは鉄火丼、アナゴはアナゴ重で、そこの店主の方はもう25年以上の職人歴があって、食材と味にはめちゃめちゃ自信があるそうなんですよ。まあ、ただね、今の時代やっぱり美味しい料理を提供しているだけじゃ、なかなかお店って知ってもらうことって難しいじゃないですか。まあ、なので今回ね、ちょっと僕のチャンネルまあそこまで影響力はないですけども、ただ別の人間が取材行った時に料理が美味しいということだったんで、そうやって話していたらお店に着きました水道橋 A1 出口出て歩いて 3,4 分ぐらいかな。で、海鮮みやこさんです。で、ここに看板メニューでもあるこの極みアナゴかば焼き重、これがね、みやこさんの看板メニューと、あとこっちが、煮アナゴの方だね。知らなかったです、こういうエリアがあったの、水道橋の方で。まあ、すぐそこ東京ドームじゃないですか。店主の榎本さんです。どうもです、よろしくお願いします。はじめまして。めちゃめちゃ爽やかな方ですね。外見はあまりいい印象を与えてないんですか。あ、そうなんですかいや、全然そんなことないと思いますけど。喋るとそんなことないと思います。あ、いえ、全然そんなことないと思います。アナゴとマグロを押してて、はい、そうです。基本的にはやっぱお重がメインですか。お重どうもの、そうですね、お重おすすめになってます。で、あれですもんね、この表にあった金額よりもなんか値下げをしていくっていう、はい、さっき3,000円って出てましたよね。そこランチ2,500円。2,500円、はい、このご時世逆にですか。はい、他ほとんど値上げしてますよね夜は2,700円、はい、まあ税金は別になります。夜はプラス200円ぐらいだけども、もともとの金額に比べたら夜も安いですよね。はい、アナゴに関しては豊洲からですか。はい、朝まで生きてたアナゴを生け締めにして、それをさばくんで柔らかさが違うんですよね。煮アナゴとかば焼きで分かれるじゃないですか。はい、まあこだわりの一つとしては、お米の炊き分けをさせていただいてるんですよ。煮アナゴの方は白米に、はい、まあ、自家製のタレをかけるような形、うな重的な感じですかね、工程としては。かば焼き重は炊き込みご飯にしてます。煮アナゴとかば焼きでご飯分けてるんですか。ご飯分けてます。めちゃめちゃこだわってますねあれ、あんまりそういうお店ないかな。僕初めて、まあ、ちょっと大変ですけど、やっぱ妥協したくなかったので。榎本さんはここのお店オープンされるまで、ただお店で従事されただけじゃなくて、はい、市場にも働かれてたりとか、ね、はい、なんで仕入れしてる仲買さん、マグロ屋さんも、はい、市場で働いてる時に知り合った仲買さんで、はい、そうなんですね、そこで、で今でも付き合いが付き合ってて、いきなりアナゴ重っていうよりかは何かあるんですか。おつまみとかお刺身系で、なんかこう、そうですね、今おすすめというか、これからさばいてからなんですけど、はい、なかなかちょっとこう、はい、黄ばみ加減のはすごい油が乗ってて、あと頭が小さくて、はい、うん、浅締めっていうのかな。そうですね、鮮度ですかね。こう生命力が強い魚なんで、まだ細胞が生きてるんですよ。細胞が生きてるうちに加工すると上がりがすごく柔らかくなって。冷凍とかはしないんですか、はい、あんまり。うちは基本しないです。あ、そうですか。はい、ただ冷凍する場合は生を冷凍するんじゃなくて、はい、煮た後に冷まして冷凍した方が状態が良くなります。はい、そうですね、小手刃ですね。
肝水のこれが肝になりますね、はい、こちらが肝ですね。よく肝水が苦いっておっしゃるのは、はい、ここに苦玉っていう胆のうがあるんですけど、はい、これが潰れると苦くなるんですけど、潰さないで仕込めば苦くはないです、はい、あ、そうなんですか、はい、熱湯かけてぬめりを浮かして、スプーンとか包丁の背でこすって取っちゃう人もいるんですけど、煮上がりが悪い気がするんですよね。で、浅締めじゃないとこうやって強く塩もみできないんですよね、はい、身が割れちゃうんで。そうですね、熟成熟成されて、はい、大体何分、20分25分ですね、はい、今回25分、はい、煮アナゴの場合はこれが終わった後こっちに移すって感じですか。そうですね、はい、それも、提供する直前にこうやってこれが温めて、どうしてもアナゴって丸まって上がっちゃうんですよ、はい、それを、まあ、温かいうちに丸みを平らにして、はい、で一回冷やすとその形で収まるんです。刺身で叩きますね。あ、自家製のポン酢だそうです。ほとんど自家製だね。歯ごたえがすごいですね。コリコリですね。あ、これポン酢も美味しいな。さっきから目の前で炙ってましたんで。全然違うんですね。どっちもいいね。あ、いいっすね。で、これがアナゴの骨せんべい、はい、夜来た方はもう大体サービスで、皆さんにサービス。すげえうまい。うまいな。普段そんなに飲まない俺でも飲みたくなってる。僕あのかば焼き重で、はい、で煮アナゴ、ちょっと煮アナゴに取らせてもらって、はい、こんな感じですね。わー、これ大体25分ぐらいか。はい、そうですね、はい、ちょっと本当に丸まりますね、はい、身が。
ちらが蒲焼きの方なんですけど、ご飯がこちらは炊き込みご飯ですね。店内が今香ばしい香りがすごい充満してて、さっきの刺身とはまたちょっと違った香ばしさが楽しめてますね。あれこれなんかタレさっきの似合うことと違いますね。蒲焼き専用のタレです。こちらも継ぎ足しになっています。全部分けてますね。はい。うわーうまそう。こっちが煮穴子ね。食べてもらっていい？おー、ちょっとね隣に置いて見比べてみるとこんな感じね。手前が蒲焼きで奥が煮穴子なんだけど、ビジュアルだけ見ると奥が蒲焼きのように見えてしまう。ちょっとなんか焼き色がついてるような感じ。多分これタレのあれかな、違いがあるのかな。であと漬物もついてまして、このセットですね。夜だと3000以上してたんですけども、まあ、値下げをされるということで。うわっふわふわっすねこれ。さっと切れちゃう。ご飯が炊き込みご飯になってまして、これを食べるために来ましたからね今日は。いやほんとふわふわですね。なくなっちゃいますね口の中で。あれうわすっげえ美味しい。炊き込みご飯の結構優しめな感じですね。あくまでもやっぱり主役はこっちの穴子の。こんなにふわふわなんですね。うん、うわーすごい。肝吸いも、あ、結構でっかいな、はい、この大きさは俺初めてかもしれない。全然苦味がないですね。こんなに肝がでかい。うん、人生で初めてですね、こんな肝をボリューミーな感じでかぶりつくっていうのは。クリーミーですね。なんか肝苦手な人っているじゃないですか。苦味が嫌だとか、はい、美味しくないとか。騙されたと思って一回ちょっとこの宮子さんのここ来て肝水の肝がねちょっと食べてほしいぐらいですね。ちょっと概念変わるかもしれないですね。うわまた違うわこれ。ちょっと映像でわかるかな、この柔らかさ。なんかちょっと集客に悩むというか、その、まあ、お店の認知だと思うんですけど、さっきリピートされる方がほとんどだって、一回来てもらえればって話だったと思うんですけど、まあ、分かりますねこれ。うまい。でこのあのお漬物がついてるんですけど、これがねめちゃめちゃ美味しいです。これはすごいいい箸休めになる。うん、もうペロリです。ということで今日はね水道橋 A1 出口出て歩いて 3、4分、もうすぐそこ東京ドームなんですけども、まあ、路地に入った住宅地の中ですかね。まだオープンして2ヶ月経って、もうすぐ3ヶ月と。穴子重がメインで、鉄火丼も、まあ、ちょっと今日はマグロの仕入れかっていうのもあるんですけど、鉄火丼も一応看板メニューになってますんで。いやすいません今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと僕のチャンネルは微力なんですけども、これでちょっとなんかお店をまず知ってもらえたらいいのかな。で同じようにめちゃめちゃこだわってて美味しい料理でやってるんだけど、出してるんだけど、なかなか店が認知されないとかね、デカ盛りとか誰が見てもうわーとか、なんかそういう感じではないんだけども、一度でいいから食べに来てほしいなとかね、なんかそういうお店さんとかもね今後あのいろいろ紹介していきたいなと思ってますんで、他のインフルエンサーが行かないようなお店、あんま再生回数とか狙わずに、でいいものをちゃんと発信できたらなと思ってますんで、まあ、今回はそのあのグルメマップというあの別のサイトがありまして、下の概要欄にリンク貼っておきますんで、そちらの方もぜひチェックしてみてください。